千徳くん通信のコーナーです。今回は奈良の PR や魅力向上に貢献したり、県民に元気や感動を与えたりする活動を行っている個人や団体を表彰する明日の奈良表彰の受賞者を紹介します。さて、奈良、和歌山、三重の3県にまたがる紀伊山地の霊場と参詣道が来年世界遺産登録20周年を迎えます。このうちの大峰奥掛道で長年道の維持管理などの活動を続ける団体を紹介します。舞台は下北山村にある山小屋です。よいしょ。でも空気が綺麗ですね。ああ、いいでしょう。気をつけてくださいね。よいしょ。いつもこんな感じの道をこれだけの荷物を持って上がられるんですか？はい、そうですね。大体もう絡みで上がるということはまずありませんので、一人やっぱり15キロ前後は持ってですね。15キロ前後も、ね、歩いてますね。もう少し行けばですね、我々が管理する山小屋がありますので荷物を運び込むと。おいくつですか？私もですね、2週間前に75歳になりました。75歳で。今回紹介するのは和歌山、奈良など近畿各府県のメンバーが活動する新宮山彦グループ。大峰奥掛道にある行船の宿山小屋に物資を運ぶのも活動の一つです。よいしょ、よいしょ。さあ、小屋に着きましたよ。着きました。はい、あ、着きましたね。皆さんももう到着されてますね。はい、お待たせしました。お待たせしました。ここはありがとうございます。あの行者堂ですね。縁の行者さんをお祭りしてある。紀伊山地では古くからの自然崇拝の信仰と仏教が融合し、多様な信仰の形が生まれました。紀伊山地の霊場と参詣道は現代まで受け継がれた自然と人々の営みが評価され、2004年世界で2例目の道の世界遺産に登録されました。このうち吉野と熊野の聖地を結ぶおよそ170キロメートルの道は大峰奥掛道と呼ばれています。これが山小屋ですね。ここは山小屋、いろいろ資材置かれるとかもお話されてましたけど、ね、ここは平成元年に着工しましてね、平成2年にできたんです。はい、正確的には避難小屋言いましてですね。避難小屋、はい、でこれを重装される方がね、まあ、避難小屋ですからフリーで利用できると。40人近くはね、ここで40人宿泊できると。まあ、登山者、修験者の、まあ、お手伝いをさせていただいてあるんやけどもね。新宮山彦グループの皆さんが活動するのは大峰奥掛道の南側、下北山村の太鼓の辻から熊野本宮大社までの南奥掛道と呼ばれる部分で、およそ45キロメートルの道のりの維持整備と山小屋の保守運営などを行っています。皆さんも男性女性問わずね、うんうん、もう一緒になっていろんな作業をされるんですね。そうでしょ、ね、薪割りもするし重たいもんも運ぶしね、非常に頑張ってくれやる。もう間もなく5月のゴールデンウィークが始まりますからね、はい、250人から300人、うん、まあ、3カ所の山小屋を含めてですけどね、ぐらいの登山者が来ると。人が多いとやっぱりこういろんなことが起こりますんでね、それへこういろいろ対応しておると。例えば吉野からここへ到着するのは早い方でも3日目、普通で4日目ぐらいになるんですね。そうすると、まあ、あまりいいもんも食べてないし、で疲れが出てきたるしということでね、ここでコーラを提供させていただいたり、あるいは缶ビールを提供させていただいたりしたのが、もうここへ来てこんな山の中でこういうのが飲めるということでね、非常にこう感謝してくれて。登山者が宿泊もできる行船の宿山小屋は新宮山彦グループの活動の中心的な場所です。小屋にはさまざまな物資が保管されているのですが、最も大切なのは。水汲み行きます。はい、私も行きます。はい、お願いします。はい、よいしょ。水は命なりと書かれた鳥居をくぐり、標高差およそ120メートルの山道を下ると水汲み場があります。そこで水を汲んで登るのがかなりの重労働。ただ奥掛道の行船の宿から玉城神社にかけての道のりは水場が少ないので、まさに水は命です。まあまあ、もう足
足元のバランスとこの後ろのお水とのバランスが難しいんですよ。そうですね、水場を見つけて道のないところへ道をつけたというんで非常に厳しいところですから、うん、一歩一歩大切に歩いてください、ね、はい、いやでもそれだけやっぱお水は大切っていうことなんですね。そうですね、小屋へ来て大変ですけど水がないとまあ言えば何もできませんので。新宮やまびこグループはもともと山歩きの会として1974年に発足。その後奥掛道の南側をよみがえらせようという思いから1984年以降は整備活動に力を注いできました。当時奥掛道は明治時代の神仏分離令などで次第に廃れ、熊野川では藪に覆われ通行が困難になっていました。そうした道を当時のメンバーがおよそ3年かけて藪を切り開き、同時に山小屋を新築するなどして再興していきました。先代って言いますかね、先輩方はずっと30何年間これ続けてきたわけですよね。それを皆さんで引き継がれてるわけなんですね。そうですね、やっぱり人が作った建物、うん、人が作った道なんで、はい、メンテナンスをしないとどんどん悪くなるんですね、はい、先輩の残したものはやっぱり守っていく必要があるんで、それで常にこんなことしてるんです。通過する人は当たり前みたいに小屋扱い道を歩きしてるんですけど、やっぱり誰かが守っているっていうことが知ってほしいですね。世界文化遺産で道そのものが登録されてるんで、まあ、自然も大事ですけど道を守ることっていうのは非常に重要なことです。ここのいかがですか、奥掛道今来られていいですね。一度はこう区切りでは来てるんですけども、はい、この投資でね行きたいと思いまして、地元の方がね非常に綺麗にこう手入れしてくれたんで非常に助かりますね。登山者としてはもう頭が下がります。今も続くこうした活動は登山者の安全を守ると同時に日本の古来の精神文化を後世に引き継ごうというものです。世界に2カ所しかない道の世界遺産を構成する南奥掛道の再興に尽力し今も守り続けている新宮やまびこグループは第13回明日の奈良表彰を受賞しました。改めて活動への思いについて、うん、そうですね、当時の先輩の、ね、大変なご苦労のことを思うとですね、うん、今我々がやっておるというのはもうほんまに10分の1か100分の1ぐらいですので、なんとかこの先輩方の、その苦労をですね、うん、やっぱりこう引き継いでいきたいし思うし、やっぱりそう簡単に諦めるというんですか、そう手を抜くことはできないというそういう思いがありますので、できるだけまあ次の世代というエネクトエバにして維持していきたいということでまあ頑張っておるという。大きな荷物を運んだりこうやって整備を、ね、したり大変なこう活動を続けてくださっているからこそ守られているんだろうなっていうのがすごく改めて分かりました。そして VTR の中に次の世代に活動を引き継いでいきたいというお話もありましたが、新宮やまびこグループでは一緒に活動してくれる人を随時募集しています。詳細は新宮やまびこグループの Facebook から確認できます。このコーナーでは明日の奈良表彰の受賞者を今後も紹介する予定です。さて次回の仙都くん通信は奈良の古道を歩くを紹介します。仙都くん通信でした。